はい、いきます。1番、子供話題の教室同士。はい、2番、エイビー林道大学。3番、天秤太鼓風雲寺風組。4番、田島太鼓辰巳会高校。はい、5番、武蔵西南太鼓山組。6番、和太鼓亡き若竹組。はい、続きまして7番、富め集団太鼓。はい、8番、野和太鼓ジュニアダバ。最後ですね、ジュニアの部、9番、粕谷太鼓ガイアの響き。以上でジュニアの部の演奏順番が決定いたしました。続きまして組太鼓一般の部参りたいと思います。こちらも全部で9団体の結成となります。1番、田島太鼓辰巳会やっこ。2番、明徳義塾中高等学校和太鼓部。はい、3番、帝京朝霞高等学校和太鼓部。はい、4番、児玉。5番、武蔵西南太鼓風組。6番、天秤太鼓奈良間市場。はい、7番、博多学園博多高等学校和太鼓部。はい、8番、創作和太鼓集団ダコモ。ジュニアじゃないですね、失礼しました。一般の部最後となります。9番、日本航空高等学校太鼓隊。以上で一般の部の順番も決定いたしました。それでは最後、大太鼓の部参りたいと思います。こちらは全部で5名での決定戦となります。はい、1番、高橋義孝。2番、青木義明。はい、3番、加藤真司。はい、4番、村山直人。最後となります。はい、5番、井島康生。以上で大太鼓の部5名、こちらも演奏順番が全て決定いたしました。以上をもちまして、日本太鼓協会による日本一決定戦の演奏順番を決めます抽選会を終了させていただきます。皆様ご協力のほどありがとうございました。